なんだね、それも芝居のつもりかい。こんなもので入場料取って見せる気によくならないもんだね。まるで泥棒だよ、君たちは。君たちはそれでも天下の灰でございと収まってる気か。おい、君たちはよくまあこうそろむそろって大鼓ばかり集まったもんだよ。また今夜もお茶引きそうだね。ゴロゴロ様だ。やい、おまさ。え、やい、おまさ。えい、おめえら二人して、あの雷剣って子を叩きってこい。おっかさねえ。というところなんだがね。あいつは逃げてた。やめた。だいたいこの脚本がなっちゃらんのだ。全部書き直した。先生に構いませんね。作者を引き呼んでくれたまえ。客の鍵出した。先生、尾崎さん東京にいらっしゃいませ。え、どこ行った。そう、
あいにく私あなた方の奥さんでございません。いらん口を叩くな。一枚一体あいにく温泉よ。おざきもおざきだ。こんなつまらぬ作業をかっぱらしにして、今頃温泉かなんか行って、のうのうとしているんだ。よければあいの手は少ないってほうでございませんわよ。ちっ、何口を叩くな。一体君は僕の人のくせに。つべこべと口出しが多い。人などというものは、口数少なく、うるさくなく、それだと言って気のつくところはきちんきちんと決まりをつけ。誰だ誰だ何をするんだ君は。大将、どうすんです。稽古しねえんならライト消しますよ。電力不足の折からだ。大将とおふみさんの漫才にはライトいらないでしょう。いらんこと言うな。消せと今まで黙ってつけたらいいんだ。チェバカしなまきゅうえ治らないつくら。何おう大将、何やびしですよ。怒んねえと怒んねえ。うるさいな君は。僕は活動して何もしたら電気入れだよ。おっとい、わしも地震と雷は電気入れですよ。そのまんなんだ舞台を言葉なすべではないぞ。どうもすみません。もう今日は稽古は中止だ。死なさんといたらどうや。え、始末を、うん、どうもこの主役の死ぬ下代は昔から当たらんもんや。どないぞしてこの始末を死なさん工夫はないやろか。しかし歴史上死んでることになってますからね。歴史、え、ああまあ歴史なんかほっといたらええがな。え、それよりもな、こうした今流行りのあれは何やったかな。それ、新解釈ってやつな。あれでいいかいな。できません。ん、新解釈なんてもう古いですよ。そうかね。それに石松が死んでることは誰だって知ってますからね。さあそこを一つおもろを直すね。あんたの頭のいいとこで頼ますさ。会社あんた、あんたによーけ月給払ってなんでね。一つ月給分だけ考えてもらえまへんやろか。僕はこれで精一杯やってるんですからね。これ以上できませんよ。いや、そんな怒らんかっていいが。西谷、怒らんかったらどうじゃ。西谷、怒らんといてや。言葉にも言うてるがな、走る馬にもぶち打てって言うてな。頼りにしてまって。ガラスが壊れましたよ。ガラスなんでガラスだ。月給分だけ考えろと言いやんだ。何を口の中でブスブスおっしゃってるの。それともご病気、言語不明によって病気は確か。あ、どうしてこの劇場にはこううるさいやつばっか集まったもんかな。そうですね、全く同感ですわ。バカ、俺はうるさくない。セムのこと、君のこと言ってるんだよ。セムのやつ始末を殺さずに劇を組み立てるなんて途方もないこと言い合うんだ。バラバラしい。だって始末はそもそも、そもそもも叱りしこうしても何もなくても死ぬことに決まってるんだよ。それが天下の相場なんだ。それを言いますから。バラ、
兄さんがおっしゃるの、ちょっと乱暴すぎるけど、一面うなずけるものがあると思いますわ。あの方たちは長い間紅葉に携わっているだけあって、そっちの方の勘は相当発達しているんです。私さっきこの脚本のこといろいろと考えてみましたけど。へえ、君がね。この脚本は石松の死というものに必然性というか真実性というか、そんなものが欠けているのが一番の欠点じゃないかと思うんですよ。千里さんのおっしゃった意味もそれをただ裏から言っただけなんじゃないかしら。ねえ、だからその点をもう一度考えましたら、テムさんのおっしゃるいわゆる月給分だけの頭を使って私もお手伝いいたしますわ。何お手伝い？しけなこと言うな。師匠というものはね、生意気なこと言わずに僕の言うことをタイプライターに叩いて、鼻の頭をコンパクトに叩いたらそれでいいんだ。それこそ月給相当の働きというもんだよ。あなたには人の親切が分からないのね。雷だけあって、へその舞い方はもう一分ないわ。なんでそんなもの。寺さんに人を怒鳴り散らしてばかりいても、脚本の工夫一つつかずに何番がしてんじゃないの。人がせっかく親切で言っても、それを素直に受けることができない。あなた、一人で勝手に苦しみなさい。私も明日から来ませんから。へそまがに、腹まがに、何かしゃべって。ガラス壊れてないか。寝てたぜ、まるで仕事ないじゃん。今日は一日脚本直し変わるから
誰が来ても留守と言って断ってくれ。うん、タバコ、タバコくれ、タバコ。あ、あよなんじゃないよ、ほれあの、チェリーか光だ。チェリー、うん、光な、何を言ってるんだよ、兄貴。親分がね、用があるんだ、さ、親分が。親分専務か。え、専務、専務とはなんだね。そんな親分聞いたことねえぜ。兄貴、しっかり目覚ましてくれよ。親分って、次郎長親分に決まってんじゃないか。次郎長？うん。ふざけんねえ。これは一体どこ行ってもらったんだ。これ一体どこだ。え？嫌になっちゃうな、兄貴。お前まだやってんのかい。もっとも、ゆうべの兄貴の飲み屋はものすげえもんだってからな。トラムが大トラム。夢に消えねえ。兄貴、兄貴、医者に。医者に？俺が石松。俺が。いられるかってんだおめえ、一さんが気が違ったんだよ。何言ってんのさ。何言っておめえ、今ね、今ね、俺は2階へ起こしに上がったらね、どうもね、どうも妙な塩梅なんだよ。俺は昨夜の酔いが冷めねえんだとばっかり思ってたらね、することなすことがおかしいんだよ。自分の間をこう引っ張ったりね、潰れた方の目を開けてみたり。お前さんたちが引っ張り出して悪酒なんか飲ますからいけないんだよ。だって、早く行ってみてくれよ。君だけは分かってくれるだろうね。いっさ、あんた私は分からないの。おふみよ、おふみよ。おふみ？ああ、そうそう。君の名前はふみくだったね。おふみでもふみくのそんなことはどっちだって、一体これはどうなったんだ。え？ね？まさか僕は、まさか危険になったんじゃないだろうね。兄貴、おふみさん分かるか？え？うん、分かるか？うん。あ、そうか。やっぱりそうだろうな。おめえの、いいなずけのおふみさんだもんな。いいなずけ？うん。いいなずけ？そうよ。いいなずけのおふみよ。黒田君が僕のいいなずけ。冗談でしょ。笑わしちゃ困るよ。おいおい、何を泣くんだ。もうこうなったらいいなずけんでも何でもなるから、一体これはどうしたってんだ。俺がこんなところでこんな姿でいるなんて。兄貴、実はね、兄貴はね、ゆうべ俺たちと一緒に飲んでね、ひどく酔っ払って、暴れて手にそんな怪我までしちゃったんだよ。
三五郎兄貴と二人でね、やっと抱えてここに連れてきて寝かしたんだが。何、三五郎？ああ、お湯沸の兄貴さん。するとここは清水の次郎町のうちってわけか。あれ、いやだね、兄貴は。当たり前じゃねえか。清水とすると静岡、沼津、熱海、休校にすれば5時間足らぬ帳場だ。よし。おい兄貴、どこ行くんだい。分かってらんな、東京帰るんだよ。時に石月はそのぐらいどうだい？おかげさまでどうや、でもすっかり人気が人になってしまって、なんだか仕方なしに諦めて生きてる人みたいな。それで何かい？久保さんは引っ掛けるとかは何だとか、おたたきみたいなことはもう言わなくなったかい？その方はもうどうやら。そうか、それでいい。それだけでも結構だ。あんなことをベラベラしゃべられちゃう、リーチ危なくて仕方がねえからな。それなくても世の中がだんだん物騒になってくる模様だからな。お役人にでも惹かれてみろ、それこそきすぎだじゃすまねえからな。私もそれを心配して。何、いいって言うて、いいって言うて、それせえ口にしなくなりゃもう閉めてるんだな。そうだって。ねえおふみちゃん、お前さん気を落としちゃダメだよ。勘の強い人には年たまる病気なんだからね。お前さんが一生懸命なっておやり、きっと良くなると思うからね。ありがとうございます。ところで、まあ、こいつからも言われてるんだが、こけらで石月の気泡用がてら旅でも出してみようと思うんだがな。はい、旅と言いますと、四国のコンプレ様だ。俺の代わりにお参りをしてきてもらいてんだよ。医者に。なんで気分はどうだい？だぶいいよ。そうかい。はあ、よかったなあ。一時おめえどうなることかと思ったわ。らち、いや、でもあんまり無理しない方がいいぜ。俺も手伝おう。おい、いや、みんな、おかえり。おい、よし、よし。おめえ気が変なとの本当か。何を？おう、俺はなんだ。俺は甘さじゃねえか。なんともねえじゃん。なんだ。じゃあ俺は誰なんだ。え、俺は甘さだよ。なんだ、なんともねえじゃねえか。何言ってやんで。揃いも揃った大根のくせに。え？大根？おい、タヌキがついてんだぜ、きっと。いや、そうかもしれねえよ。うせえ！俺は病人でも記者でもねえ。だっておめえ、だっておめえ、
あ、そうか。大事にしろよ。まあ大事にしろよ。お。あ、おやぶん。とってもいいことあんのよ。なんで？親分さんの言いつけで、いっさん旅行くのよ。え？旅に？こいつありがてえ。ああ、せいせいする。ここにいて毎日口を扱いされているより、旅に出た方がどのくらい腹ばいするか知らねえ。そんなに嬉しい？ああ、嬉しいと思う。で、どこ行くんだい？四国のこんぴら様へ行くのよ。え？四国のこんぴら様？はは、五代さんだな。え、そうよ。五代さんというと、帰りに閻魔堂で殺され。あ、いけねえ。おふみさん、こいつはいけねえ。あの、親分にすまねえが、お断りしてきてくれ。お断りするの？どうして？どうして？どうしてって、おめえ、人間誰だって死ぬと決まった旅には出たかねえやな。死ぬ？うん、当たり前じゃねえか。石松コンピラ大さんといえば、三十国船から。おい、ちょっと顔貸してくれ。ああ、かわいそうに。石屋にまだ本当じゃねえな。おふみさんまた神がかりみたいなこと聞かせるんだろう。小松村の七郎の家へ逃げ込んだが、結局村外れの閻魔堂で殺されちまうんだ。そこを筋書きはちゃんとできてんのに、みすみす俺がそこへ。おめえまた俺が頭が変になってこんなこと言うと思うだろうが、これだけは嘘じゃねえ。ねえおふみ、信じてくれ。俺の他の話に、つまり徳川幕府の滅んだのも婚活も何もかも嘘でもいい。これだけは本当だと思ってくれ。他のことは違って、おめえ、これは俺が死んでしまう話じゃねえか。信じるわ、石さん。他の人は信じなくても私は信じるわね。私は石さんの許嫁だもの。え？でもねえ石さん、私は石さんの言うことを信じるわ。でも他の人たちはきっとそんなこと石さんの頭のせいだと思うでしょ。それに親分さんがせっかく石さんのためを思って気晴らしに旅へ出してくださるというのに、それをお断りしては罰が当たります。ねえ石さん、今の石さんの筋書きでは石さんは確か一人旅だったわね。うん。それじゃあ石さん、今度の旅に私がついていきます。え？私が一緒なら自然筋書きも違ってくるでしょ。石さんだって知らないで済むかもしれないじゃないの。ああ、なるほど。そいつはいい関係だ。おめえと一緒なら、なるほど、これはまた筋焼きが違ってくるかもしれねえな。それ聞いて喜んだ。安心した、安心した。あ、早速親分西は喜んでお前にやらせていただきますと言ってきてくれ。まあ、言ってくださる。うん、じゃあ私すぐ親分さんとかそう言ってきます。おふみさん、あれ、あ、兄貴、どうしたい。おふみさんが来ちゃいだ。いや、こう夢中になって喜んでいったけど。そうか、喜んでいたか。そうか、喜んでいたか。そりゃよかったな。どうしたんで、おふみ。どうしたの、おふみちゃん。何でもありません。旅はきっと楽しかろうと思います。おめえ、こんな話本当にしねえだろ。俺の例の病気が言わせると思うんだろ。うん。悪いけど、本当にいいやつだな。それおふみのやつ、信じるって言いやん。何、信じてなんか言いやしねえ。あいつ、俺がかわいそうで信じたふりをしてやがるんだ。
いじらしいやつだ。兄貴、おめえそんなにまで人の気持ちが分かるくせに、分かるくせに。ああ、それなのに、それなのにか。そのようなやつ、明けの朝、早から起きる日まずは、うがい上手で身を清め、したくなしておもて出る。またん四季の四季の山、雨だれ落ちが三途の川、そよと吹く風無常の風、これが親分医師、気をつけていくんだよ。夢も知らず始末。医師、気をつけていくんだよ。清水港に住む。おい、もう少し離れて歩けよ。なぜ？人がじろじろ見て決まり悪いじゃねえか。誰が見たっていいじゃないの。いいなつけ同士ですもんね。え？まあ話はそうかもしれねえが、とにかくもう少し離れてくれ。いっそあんた一人で歩いちゃ筋書き通りになりますよ。歩けたって離れて歩くの嫌ねえ。ねえ、イッサ一緒に歩いてよ。ねえ、ねえ、うん、ねえ、仕方ねえ。まあ嬉しい。Thank you.
長の秘密、森の石巻とは無だろう。俺たちはどこが道のもんだ。連邦の即死、お前の現実、待ってみろ。頼もう。どうしてんだい、ルームの貸しが。まあまあ、そう勝手なんだ、話せば分からない。やかましい。なんで口ほどにもね、余裕をするだ。イッさん、お前さん本当に強いんだね。強いって話は前から聞いていたけど。当たり前じゃねえか。昭和の身をまで名を残す遠州森の石松で。一緒に、一緒に。誰で、お願いだ、お願いだ。何？お前はカスケとか言ったな。か、勝沼のカスケ。恩も恨みもねえお前さんに切ってかかったが、ここで切られて死ぬのも前世からの約束だ。さらにお前さんを恨みはしねえ。ただ、ただ、わしのただ一人のせがれ、せがれのことは気にかかる。せがれ？せがれってどこにいるんだい？この先の茶店で一人わしの車を待っております。わしの切られるのを見て逃げ出すような身内のやつがどうせ手慣れのことなど思い出してくれるならに決まってます。一緒にわしはもう生きねえ。わしが死んだら広い天下に誰一人身寄りのねえガキだ。お願いします、お願いします。ところが俺はまた子供がデイクレと来てるんでな。何を言ってんの、イッサ。勝沼のカスケさん、ご安心なさい。お子供さんはきっと引き取ってお世話いたしますよ。へっ、ありがとう。イッサ、兄のお母さん、わしはそれを聞いて安心してあの世に行けます。お二人さん、わしのことは構わねえで、早くせがれのところに行ってやってくんなせ。たった一人で、たった一人で。坊や、お父ちゃんたちも帰りが。どこに遅いようだね。でもきっと帰ってくるよ。ちゃんはいつも遅いけどきっと帰ってくるよ。お父ちゃんもお留守の間いつも坊やは一人で遊んでいるのかね。でも帰ってくるとすぐおんぶしてくれる。晩にはいつも一緒に寝るんだよ。おい、ちょっと、はい、帰ってくれ。はい。イッサ、あの子らしいわ。坊や、勝沼の勝家さんとこの坊やでしょ。吉田のおつもりで。まあ、お利口ね。坊やのお父さん、またわらじ入ったの。そうなのよ。それでね、おばちゃんたちにあたいを頼んでいったんだろ。ちゃんはいつもそうするんだよ。物分かりのいい子ね。じゃあ、おばちゃんたちと行きましょう。ねだい、おいらおんま嫌いだよ。ちゃん、おんぶしてくれよ。おるこ、おらがけ、おら、よりやな。おんぶしてくれ。おらね。いっさん、いっさん、いっさんったら。
おんぶしてあげてね。え？よしばおばちゃんと一緒に寝ましょうね。やだやだ、おいらおじちゃんと寝るんだ。そんなこと言わないでおばちゃんと一緒に寝ましょうよ。やだやだ。よしば、え、おいよしば、おらきっても寝相が悪いんだぜ。おばちゃんと一緒に寝れよの。やだよ、ちゃんだってずいぶん寝相が悪いよ。いつもおいらのお腹に足を乗っけるんだよ。しょうがねえわよって。嫌な子だね。寝相ばかりじゃねえよな、おいちゃん。こんな大きな指かくんだよ。いいよ、指なんか平気だい。ちゃんの留守に隣のおばちゃんが来たけどすごかったよ。まるで雷さ。いろいろ修行が積んでるよ、このガキは。やい、坊主。まあ、いっさ。ん、なあ、坊や、おめえ、みしょんべん足りねえだろうな。何言ってるんだ、おいちゃん。おしっこの時はちゃんと言って起こすか。え、じゃあ何かい。そのたんびに夜中に俺を起こすのかい。呼んないんだもの。本当はね、一人でおしっこ行くの怖いんだよ。ちっ、負けたよ。おやすみ。しょうがねえな。おい坊主、なるだけ離れて寝るよ。いいか。こいつの罪滅ぼしよ。私も同じよ。それから親分さんご夫婦のこと。俺も同じだ。それからまだあんのか。よくの不景やつだな。かいは、一さんは、うん。俺も欲が不景かもしれねえ。さまつには何。それも多分おめえと一緒だろうよ。おじちゃん、こうよ。いや、さ、ゴンゴン。力を込めて放げる。
船はスースー滑り出す。風も吹かねば波穏やかに。油のごとき淀川の空で縛りの恋がする。盗賊の親分はいない。ところが5年経ったら怪盗賊の親分ができますぜ。おお、誰でござんすね、そりゃ。この船が伏見に着く。少し下へ下る2つの追い分けに、竜気山鎌太郎、おしゃあ28だが、筆が立ってそろばんが高い。ヤクザには強いが、片木に弱い真の強格。この竜気山鎌太郎が5年経ったら怪盗賊の親分でがしょうな。あいしょ、うるせえなもん、ガガガガ、騒がって乗るんのじゃねえか。どうだ、ありがてえな、ヤクザもんの話になったな。江戸っ子だい、神田っ子だいふざけやって。おう、その荷物のとこよくかかってんの。おめえさん、今何とか言ったな。5年経ったら、軽道一の親分ができる。三池山鎌太郎、笑わせやら。来年の話をすると鬼が笑うっていいじゃねえ。5年先の話をしたら、鬼が何て言って笑うんだい。今、笑いように困っていいじゃねえか。だからよ。軽道一の親分は今立法にあるじゃねえか。ほほう、それ知らなかったが一体誰でござい。駿河の国は阿部郡、清水港は宇土町に住む本名山本長門。これぞ清水の次郎長なり。これが軽道一の親分じゃねえか。ありがてえやつが出てきやがったじゃねえか。もうさっきから親分の名前が出たろうと俺はもう待って待って待ちくたれていたんだが、こんなことはやっぱり江戸っ子に限るね。あんしょ、バカに気に入っちゃったね。これも一つ飲ましてやろうかな。いいじゃねえか、ほっとけほっとけ。おいおいおい、今喋ってんのその若えの江戸っ子、寝起きのいいの。いろんなこと言うな、俺が。おめえだおめえだ。おい、ここ行きねえ、ここへ。え、余計な金を出して買い切ってる場所だ。誰の面にもいらしね。大きく言え、俺が浄化だ。さあ、去ってくんね、去ってくんね。え、よく来てくれたね。おめえ、江戸っ子だってね。神田の生まれさ。いいな、今日大阪の人はよ。え、あんまりおとなしくてこいつら話をしてて決まり悪くてしょうがねえ。そこへ行くと江戸っ子だ。長い話は短くて済む。これを唱えてザックバランと言うんだ。さあ、飲みに。え、飲めるんだろ。うん、え、そうだろ、鼻が開けや。うせえ、つまるのつゆね。まあ、そう怒るなよ。え、そう、寿司を食いね、寿司を。え、寿司やってくれ、寿司を。遠慮がある。ああ、あの、街道一偉い親分ってのは誰だったっけね。清水次郎長ですよ。おお、そうそう、その次郎長。次郎長ってのはそんなに偉いのか。加藤は何だい。加藤は加藤のだろうという言葉はね、人を疑うよ。関東八カ国、関外六カ国、十四カ国にも親分の数ある中に次郎長ぐらい偉いのが二人と会ってたまるけい。お、飲みねえ飲みねえ。え、寿司を食いねえ、寿司をよ。え、もうこっちやんねえ、こっちやんねえ。え、どっかだってね、今度の生まれさ。そうだってね。うん、なんけ、そんなに次郎長ってのは偉いのかね。偉いったって、だけどお前さんの目だけどね、次郎長ばかりが偉いんじゃないよ。物事出世をするのには話し合いて番頭役が肝心さ。出世大仕事大公司でよしこに竹中半兵衛という話し合い手がある。あ、そうか。徳川家康公に難攻も展開あり。ぐっと下がるが奇襲の人、二冠で売り出すあの紀の国や文左衛門も先代の浪人で林長五郎という人が番頭さんになったから文左衛門が
次郎長へとてもその通り話し相手が偉いのよ。いい話し相手があるからね、次郎長じゃ。うん、その話し相手ってのは誰で。子分だよ。いい子分がいるんだね、次郎長には。ふん、飲みねえ飲みねえ、寿司を食いねえ寿司をよ。え、もっと買って言わねえだ。え、どこだってね、神田の丸さ。そうだってね。そんなに何かい、ひろちゃんの子分にはいいのがあるのかい。アルカイどころの詐欺じゃありませんよ。千人近く子分がある。その中に大が仕事を務める人が28人、これを唱えて清水の28人衆、この28人衆の中でね、次郎長ぐらい偉いのがまだ5、6人いるからね。お寿司を食いね、寿司をよ。え、もっとこっち寄んねえよ、神田の丸よ。言うて、そんなこと聞いてやしねえ。 おめえさん詳しいから聞くけど、その次郎長の子分の中に一番強いってのは誰だか知ってるかい。あら、知ってるな。清水一家で一番強いのは、元は終わりの先手で、槍組の小頭で、槍を取ったら山本流の使い手で、本名山本政五郎、武家を嫌ってヤクザとなる次郎長さんの子分の中、あまり体が大きいから、あれが清水の絵馬さんよ。この馬さんが一番強いな。ふん、やっぱりあいつには金はねえ。一応、槍をつけがるからな。と、二番誰でいい？二番はね、浜松の魚売りのせがれでね、親孝行でお上から三度褒美をいただいたが、13の暮れにお父さんに死に分かれて、なんとかやけたってんで、博打打ちになって次郎長の子分。体が小さいから人もバカにしていけねえ。こういう家業はバカにされちゃ男にならねえ。今日から剣術を習おう。並大抵の剣術じゃダメだ。居合抜きを習った。最初小粒でしりりと辛い。大きな喧嘩は大政だが、小さい喧嘩は小政に限るってね。小政が2番だね。あんちくしは手が早いからな。ほら、俺は3番かな。3番誰で。3番は次郎長の一番話し相手、大勢半五郎だね。人間が利口だからね、あいつは。こと、4番は。4番はね、遠州秋葉三尺坊の島釣りでお父っつぁんの敵討ちをした老いのマスカー千右衛門、これが4番だね。はは、5番だな、これは。だけど、おばんには俺が嫌顔でも入らなくちゃならねえかな。おい、5番は誰だい。法院大五郎。あれ、6番は追い分け三五郎。それじゃ7番は終わりの大野の鶴吉。8番は終わりの桶屋の吉五郎。9番は三代の松五郎。10番は問屋場の大熊だね。出てこねえな、この野郎。嫌な野郎に会っちまったよ。あれ、ずいぶん寿司を食やがったね、こいつ。で、11番は誰でいい。うせの。あれ、おう、下足の番号もらってんじゃねえ。11番、12番って言ってや、次郎長の子分がいくら強いったってね、強いと言って自慢すんのはそんなもんだよ。後のやつはもう一山いくらのガリガリ猛者ばっかりだよ。この野郎、とうとうガリガリ猛者にしめやったな、ちくしょう。やい、おめえ、面白くねえねえ。てめえさっきから黙ってみてりゃ、一体誰のものを飲んだり食ったりしてやるんでい。酒だって水だってみんな俺が買ったんだぞ。いくら飲めよ食えやったって、とってもな、少し遠慮しろよ、遠慮。俺は何も、酒や寿司を食ったからといって、文句言うなしみったれた男じゃねえ。おめえさん、詳しいようだけどね、あんまり詳しくないね。え？次郎長の子分のうちで、一人肝心なのを忘れてやしませんか？
かってんだよ。この船が伏見着くまででいいから、胸手当てて、よく考えてくれよ。ないだってしょうがないね。いくらどう考えてみたって、お前は城町の古文で一番強いって言えば、大政、小政、大瀬半五郎、遠州森の井、遠州森の井、森の井、あれ、お肝心なの忘れていたよ。清水一家で一番強いのを思い出しましたよ。覚えてくれた。ずいぶん待たせやがったかい。ありがてありがて。飲みな飲みな。飲みな飲みな。そうかいそうかい。その一体強いってだ。だらもうね、とっても強いんですよ。ちょっと待った。これから後の電話によっちゃ飲ましてやるから。あと一つ、しっかりとやってくれ。用が。忘れていたよ客人よ、街道一の人気者、清水一家を背負って立つ遠州森の石松よ。飲みで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 主食にってしようよ。どっこだってね、今度飲まれさ。そうだってね、お小遣いやろうか。いりませんよ。いらねえ。だけど嬉しいね。そうかい。その石橋ってのはそんなに強いのかい。いや、言ったってお前あんな強いのはね、世の中に二人とありませんよ。あ、そうかい。だからあいつは人間がバカだからね。うちは。がっかりさせやら。小遣いやらなくてよかったの。わかしななきゃ治らない。ねえ、なんで。ねえさ、あんた面白い人ですね。どうせ俺はバカだからね。それは言っちゃいけない。面白いってよ、おめえさんみたいに並び性を語って旅をしてたら、さぞ修行になって面白いだろうね。だからやっぱり商売はつれもんでね。ほうき？ちょっとこれ一つやってくれよ。森の石松いい男。お世辞を言うで。俺がお前さんがすっかり気に入っちゃったよ。どうで、幹事清水寄って親分に会ってっちゃう。俺はてね、わしも会いたいと思ってたんですよ。とにかくもう次郎長って人はね、わしらの商売じゃもう金箱みたいになってたんですからな。そうかね。とにかくわしはね、向こうで休ませてもらうやつ。じゃあまた。さあ、よしも、もうお願いしましょうね。うん、どっかしょっと。菊池さん、え、いいお連れができてよかったわね。ああ、なんで。でも菊池さん、30国ものでほら、寿司食いなが始まった時、私も本当に胸がドキッとしたわ。え、ほら、イッサのあの筋書きの三十石舟にそっくりそのままじゃないの。あ、そういえばそうだ。ほら、すっかり忘れていた。イッサ、これで志五郎さんとかでも行く羽目になったら、私本当にあのイッサの筋書き信じるようになっちゃうわよ。チッ、とうとう本当のこと言っちまえやった。ごめんなさいね。だってあの時は信じてあげたかったの。だけど今は、今はあれが本当にあんたの頭の病気が生んだ戯言だと信じたいの。信じたいの。うん。あたし、だんだん心配になってきたわ。約束してね。決して七五郎さんのお家へは行かないって。一さん、一さん。行けしねえよ、大丈夫だよ。たとえ七五郎がここへ来て、俺の首へ縄をつけて引きずっていくと言っても行きゃしねえよ。それで少しは安心したわ。ああ、そうか。でも、こんなにドキドキしてるわ。ほら。あの、こ
小松村の七五郎さんがお見えになりました。え、七五郎、どうぞこちら。ああ、北斎、しょうもない、案の定言ったな。この二三日黒熊の身内が何やおかしいうろうろしてると思ってたら、やっぱり石、この小松村へ来てて何か、お前この七五郎の家へわらじを脱がんなんて、おい、ちょっとそんな身臭い気か。兄貴、今度はおめんとこ行きたかねえんだよ。え、どない言ってくれてんねん。おう、それとも何か、昔は兄弟分やったけど今の七五郎はこれは貧乏してるよってんでよけたんか。え、おい、七五郎はな、ただ落ちぶれててもお前をもてなすことぐらいはできんねんやぞ。いや、俺は何も。アホ、つけ狙われてんのは分からんのか。ふんまに、のんきそうに宿屋なんか泊まれやって、うん、メカンチの都政人中って探されたら直視してるこっちゃ。現に俺かって分かってやないか。そやろな、早うち行こい。俺のならへん、徳間一家に指一本させへんわ。へん、んなもんもろてくわへんな。へへ、早来いな。さあ、行こう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 。いっそ、うん、貧乏してておもはんだ10日や20日、うん、おもはんだ止めたかって、まあ、ちっともビクともするような暮らしはしてへんで。さあ、ずっと取って。おい、おだめ、久しぶりの石松ちゃん、ほんとごちそうせんならんぞ。まあ、ともかく先の魚ひとっ走りってこって。兄貴、もういいや。まあ、何言うてんねん。遠慮せんとけ、水臭いぞ、お前。ちょっと。まあ、返したって言ったら、この七五郎の顔が立たん。え、お前も今日からのやめ、そったん。そうやな。うん。ほんなら、一足入れてきますか。はい、行ってきてくれ。ああ、ちょっと待ち。お前の着物ではな、それだけでは一緒にもな。何してんねん。はい、黙って。何してんねん。これ、持ってけ。そんなんさ、風邪ひくわな。いや、ごめん、暑い。暑い。ああ、この涼しいのに。いや、暑いな、暑い。なあ、早く行け、行け。風邪ひくわ。ほら。やめ、早く行け。あ、奥さん。暑い、暑い。暑い。暑いで。ほんまに暑いよってな。ちょっと
込み込みってこの始末じゃ。暑い？この涼しいのに。うん、暑い。ほんまに暑い。暑い暑い。暑い。こんばんは。え？社会でもない。あ、よした。ありがとうございました。あ、ご苦労さん。衣装もない。魚も来るやつな。まあ、その間にいっぱいやってよ。わらじ線はあげになりまへんやろ。うん、そうやがな。わしも最前から気になってたんや。
ちゃい時から兄弟のように育ってきた石松がやな、清水で立派な男になりやって次郎町親分の第三まで勤めるようなええ顔になりよったんや。その石松がせっかく訪ねてきてくれたのにろくなこともでけへんし、おまけに上笑い線までやれんようなこの島っちゃ情けなくっちゃ。あんた、ん、あれ売りまおか。あれってなんや。あれ、え、ああ、あの旗か。あれあかん、それは売れ。あれはお前の嫁に持ってきたものの中でたった一つ残ったもんやな。あとのもんちゅうたらみんなこのわしのために売ってしもたんやさかいな。それにあれは今のお前のたった一つの楽しみやし、なんぼなんでも穴売れ。そんなこと悲しめんがな。あんなもんいじってるよか。あんたの大事な兄弟部の一さんを気持ちよう立たせてあげる方がどんなに嬉しくわからへん。あんたの顔もたつこっちゃし、一さんかてうちが楽になったんや思って喜んでくれはるやろし、そないなったらわてかてこんな嬉しいことあらしまへんがな。おぎん、おぎん、すみません。すまこっちゃん。何やはりまんねん。亭主が女房に手ついたりしてアホなことせんと起きやす。あのそれからな、ボタン、ひょっとすると今夜あたり黒熊の身内がここへ殴り込みに来ようかもしれん。その時お前うろうろしてお文さんたちに笑われんようにせんならんでな。ええか。ええ、そんなこと心配せんときは頭が励まして。あてもやっぱりヤクザ女房や。死ぬも生きるもあんたはんと一生どうすがな。本気五郎のうちの一頭決まったら呼び出しをかけようじゃねえか。うん、親を外したら清水までもうあと一日の帳簿だぜ。そうだ、二度と落ちときゃねえぜ。おう、都取りの。おう、みんなこっち呼んねえ。うん、
ちょっと顔を。日頃をはじめ、他の人たちには何の恨みもねえ。踏み込んで余計な気が人を出したとはねえ。男なら市松さん、この呼び出しは受けておくんなさるだろうな。で、場所は裏外れの橋の上。承知しました。医者に、寅さんか。一部始終は聞いておりました。そこ一気森の石松、しっかりやっておくなさんし、わしもお供したいが、かえって邪魔になるばっかり、助太刀はできません。その代わり今は寅蔵がこさいた何やるし、どうぞ聞いて出かけておくんなさんし。寅さん、ありがてえ。じゃあ聞かしてもらうぜ。苦しい所帯も四角し、ただ一枚の着物まで脱いで世話す温かさ、あの七五に迷惑をかけちゃすまんと、ただ一人一貫心意気、死にたくないと口癖に言っていたが、諦めて意地と義理とに生きる。伊さん、おふみさんにことづけは。吉坊を二人の子だと思って私に育ててやってくれて、承知しました。ヤクザと性はつらいもの、かわいいおふみを泣くじゃない、なまり止めるまいなる。いくらへ避けてももがいても、逃れきれない、しくめよ。背負った男いたのか。
た上忘れた赤町鳥月も夜風も泣く中を辛い別れも知らぬ顔森の石松いい男で後ろへ姿の生きなことのラミン、次にはてめえに切られて死んだ勝沼の加助の弔い合戦だ。加助さんの弔いか。Yeah.
民、国民。バカは死ななきゃならないよ。